やばいやばいやばい。買い替える小金持ちのボンクラ、スイング同じやねんからクラブ変えても結果は一緒じゃ。だからお前は小金持ちのボンクラやねん。でおなじみの WGS ロフタです。お世話になっております。神でございます。奥田クライアントの弁護士マサです。イラスト人マサです。画面上はトチプロです。おーえぐいえぐいえぐいおー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 ということで、今夜の動画はトチプロの、ドライバーショットをご覧いただきながら、僕の感謝の気持ちが伝わるような動画となるとともに、皆さんにとってはね、飛距離アップとか、まあ、スイングレベル向上につながるような、映像とともにトークをお届けしたいと思いますので、いいねボタンを押していただいた後に最後までご視聴お願いいたします。すげえな。ということでトシプロが今素晴らしい弾道を見せてもらっているドライバーショットですけども、はい、あの十二使徒の一人である、はい、田辺さんから、はい、年末に2023年の年末に、2本お送りいただきました。提供やね、提供いただきました。はい、ありがとうございます田辺さん。さすが奥田ファンというところでね、僕が使ってたドライバーを、ま、全く同じスペックと同じ全く同じヘッドで使われてたということで、はい、それを送っていただきましたね。僕のエースドライバーが富士プロに潰されたということで。でこれですよ、トシプロ。えぐいって。いや今のすごいな。これ見てちょっと僕が言いたい話で、はいはい、あのこれ皆さんにも参考になると思う。で無駄なお金使わんでよくなると思う。あのねトシプロ、このシャフト僕が昔使ってた時ドスラしか打てなかったんですよ。もう何年も前やけどな。が今捕まってるんですよ。わかります、トシプロは去年2023年の秋以降、はい、とてつもないスイングが変化してきてますよ、ね。はい、大覚醒ですね。スイングが変化したら打てなかったものが打てくるようになるんですよ。わかります。道具が先じゃないんですよ。はい、スイングが先です。そう、わかる。木とかは壊れますよ。そういうことだった。なるほど。そういうことで最初のオープニングのあのフレーズになりましたけど。はい、今つながりました。はい。って感じなんですけどね。受けました。はい。そうね。受けします。なんか画面上に映ってるやつも受けてましたけど、ね。そうそうそう。あの入りの後にだって感謝の気持ちを込めて出したらどういうことだマジかと思ってました。何どうして何が何だろう、何が起こるんだろうと思ってました。全然と繋がらない。なるほど。はい、っていう感じでね、あの道具買い替える人いるじゃないですか。確かに飛距離は金で買えるって名言を残した、あの僕の元クライアントである4度のクラチャーになった男が言ってましたよ。はいはいはい、あれも名言ですか。あれも名言ですよ。確かに、確かにヘッド変えたら変わるから、言ったって。それは言ってもでもクラチャー4回もなるようなレベルのやつが言ってるようなことやから、一般層、はいはい、大人からゴルフを始めたアマチュアでアベレージゴルファーですよ、はいはいはい、要は100叩く時もあれば100切るぐらいの時もある、はいはいはい、ぐらいの時って正直何振ってたって一緒とは、はいはい、ぶっちゃけね、そんな、じゃあ楽しむ分にはいいと思うんですよ、はい、クラブって、まあ、好きやから好きやからね、はいはい、それはいいと思うんですけど、これに変えたらスイングはなんか良くなるんじゃないですか。
そういう期待を込める人いますよね。はい、それはマジで意味ないから、うん、そんなんやられたら誰だって上手くなってるから、うんうんうん、そうするとだってもう最強じゃないですか、うん、それこそマジで小金持ちのボンクラが一番最強になるわけじゃないですか、金かけさせれば、はい、でもスイングなんですよみんな、うん、なんかスイングと向き合うことが一番ですよ本当、うん、だって今使ってるクラブが最高になるんですから、うん、そしたらわざわざ買い替えなくても、うんね、僕なんかもう何年変えてない、うん、クラブ興味ないねもう何でもええもん別に、あの硬いタフト以外ね、あ、うんうん、すげえな、やばすぎですよ、えってか俺ちゃう自分一番気持ちいいんじゃん、うん、今までの中でめっちゃ楽に振ってそうやもん、初速の速さが異常やってる、すごいね、結構抑え気味で、ちょ一回また俺ので打ってみて、まだちょっと探ってるんですね、こっちですか、あそっち、なんか、ね、これじゃないですね、田辺さんが送っていただいたもう一本は、はい、これまでトシプロが打ってたやつですね、この時にすら僕ら驚いてたんですよ、確かに、はいはい、ちょっと見とく、はい、飛ぶな、これもやっぱ飛ぶな、飛ぶけどすげえ、飛ぶわ、あどっちも行くわやっぱ、A クラブや、でも楽なのはそっちなんやろ今、めっちゃ楽ですよ、ね、あって思ってもちゃんと収まってくれるよね、昔じゃ考えられへん、スライス売ってたクラブですもんね、元はもうあれっすよ、そう全球ですよ、でめっちゃ負けず嫌いが発揮して、なんでよねとか言ってで無理っくり捕まえに行って無理やり、それでもはい、そしたら次地位が出るって、あそれが今やこれですよ、すごいな、めっちゃ楽な、でもほんまあれやで、自分あれが大きいで、多分今年に入ってからのあの右手首回線でのスイングがいきなりためが強烈なのが生まれだして、ダウンがもろきたっすよね、えぐいわ今の、えぐ、まあ理想を言えよ、もうちょいフィニッシュ止まっててほしいけど、あそう、そういう要求な、注文が入りました、せっかくかっこいいでしょ、そうそうそう、かっこいいからそうかそうかそうか、絶対ないもったいないね、なんかジャパンチックやんか今のフィニッシュの戻し方って、すいません、トシさんめっちゃ気持ちよさそうなんですよね、そうめっちゃ気持ちよさそうですね、今気持ちよさ、見てて気持ちいいんだから本人それは気持ちよさ絶対あれ今あのクラブ僕からパクろうと思ってると思いますよそれはもう良くないです、お止まろうとする意識を持った瞬間今の皆さん言いますよ、今のが開いてるんですよ、フェイスが開いてるわけじゃないですよ皆さん、うん、買いますよ、どこかって分かりますよね、まあ、言っててもええわ、胸開いとうね、そう、まあ、胸開いとううちがもうクラブどんなん変えたって一緒やって、正面インパクトできてへんうちにそんなもんクラブどんなええの高級のん変えようが一緒やで、うわすごいですね、聞いとうか僕らああ言わちゃうと今逆に次は絶対開かんより言ってると思う難しい、さっきまで気持ちよく打ってた時はすごかったですね、まあ、スイングに一箇所要求が入り、はい、そうなんです、そうか、やっぱそこを意識すると意識せざるを得なくなっちゃうんで、ここがゴルフの難しいと思って、やっぱ何かしらを意識したらプロレベルでもこうなんねんから、うんうんうん、アマチュアスイング変えるってそらねえなかなか本気、マジでドライバーなんて、そうですね、ドライバーでかっこいいショットで締めてもらいたいですねおおえぐっ、かっこいい、ということでこれはかっこいいと思ったんで皆さんグッド評価よろしくお願いいたします、WGSL はチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております、皆様お力でよろしくお願いいたします、あとコメントの方もね、トシプロすごかったと思います、何かしら、温かいコメントいただけると励みになりますのでお願いいたします、カッコアンチコメントのため口以外速攻ブロックしますやらへんし今年はやらないです、ちゃいますね、はい、で今夜の動画も最後までお付き合いいただきありがとうございました、感謝しています、それでは失礼いたします、めっちゃ振りやすそうやな、マジでめっちゃ振りやすそうやな、あ、そうですね、びっくりするぐらい捕まるんでやらんけどやりはせえへんけど、いやさっきありがとうございますそれは誰にやりはせえへん、それはだって田辺さんだって俺のファンやから、そうですね、そうですね
いや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 、田辺さん、ええよって言いそうやから怖いな。器が。はい。